クリストフ・ヘンケルは、ドイツのチェロ奏者、マールブルク出身。6歳からチェロを始め、1959年から1966年まで、ハイデルベルク音楽院で、ゲオルクールリヒホンビューローにチェロを学んだ。1967年から、アメリカのジェイコブズ音楽院に留学して、ヤーノシュ・シュタルケルの訓導を受け、1971年から、翌年までシュタルケルの助手を務めた。 1973年には帰国して、フライブルク音楽大学の教授となり、1974年まで、北ドイツ放送交響楽団、1974年から1976年まで、フランクフルト放送交響楽団のそれぞれで、主席奏者を務めた。デギーナー、オーガスト・ルートビヒ・ホーブル、ワルター、エズ、ヘンクル、クリストフ、ウェア・イスト・ウェア、ダズ・ドイチェ・フーズ・フー50、 451、ISBN 9兆7837億9502万521、クリストフ・ヘンケル・ディスコグソハット、クリストフ・ヘンクル、チェリスト。2019年4月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月25日閲覧。ありがとうございます。